Hey guys, what's up? It's Exuperus here, and today I'll be reacting to episode 7 of Toradora. So what are we waiting for? Let's go! Hey guys, before we continue with the reaction, don't forget to hit like and subscribe, and click on the notification bell so that you won't miss any new uploads. And with that, let's go back to the reaction, starting now. Is this for real? Will he fall for her or not? Who does he really have feelings for? Because now at this point there's probably going to be three girls who'll probably fall we're not sure about Kushida. Okay, I think, what? Is she just trying to mess them up? Just trying to be the wretch in their relationship? I don't know what's going on in her mind, and I don't really like it. Why can't she be as straightforward as Taiga? And why can't Taiga just recognize her feelings? Okay, well, she still kind of likes Kitamura. He still kind of likes Kushida. I don't really know. I mean, if she really likes him, then okay. That's valid. She's flirting with him. But if she's just trying to get into Taiga's nerves, why? I don't like it. If that's what she's trying to do, there's no point. You're just using him as a means of getting to her. Oh my gosh, this teacher. Why is あっちだよ。あ、お揃いにしようか。ちょっとこれだけは。勘弁し。
シード。ねえねえ、アミちゃん超超超可愛すぎなんだけど。怖くね、この地味な水着でだよ。どこまで行っちゃうの、この可愛さ、美しさ、このスタイル。隠しておくのってほとんど犯罪じゃねみたいな。ねえ、タカシ君もそう思うよねって。あれ、 OK、 おい、good、 大丈夫か。はい。何すんだ。もうどうしていいかわかんないの。なんだよ、どうした。どうしても決められないんだもん。何が嫌なんだ。色は紺か黒しか選べねえぞ。違うの、サイズが合わないの。子供サイズとか。死んでも嫌。バカチワワと同じこと言わないで。これなんかかなり小さいんじゃねえか。値段も手頃だし、素材も厚くてしっかりしてて、乾燥機にもかけられる。着てみたのか。それは着たけど、それはまあまあマシだったかも。でもなんていうか、その、じゃあこれでいいじゃねえかな。Okay. Anyway, what I was saying was like, why is Kawashima trying to be nice again? お前の食べたいもの作ってやるぞ。 She's so depressed about this, isn't she? タオル忘れんなよ。バスタオルだぞ。うるさい。おお、ちょっと。これだけでも飲んでけ。ありがとう、リュウちゃん。何それ。リュウちゃん特製の豆乳だよ。大豆に入ってる磯のボンボンとかいうのがおっぱい大きくするんだって。イソフラボンな。しぼんじゃったら困るから予防なの。やっちゃん賢い。 Yep, that's definitely what she's insecure about. 人の親にセクハラすんな。いってきます。That's what she's so insecure about. なんかおかしいぞ。豆。おい。まずい、もう一粒。お前何やってんだよ。だって私も磯のボンボン取りたいもん。はあ？なんでそんなもの。水着のサイズとイソフラボンって。タイガ、お前もしかして。お前、貧乳なのか。Wasn't that quite obvious from the very get-go, though? どうよ。平らでしょ、貧乳でしょ。いや、ま、まあ。She's basically a lolly, though. 入ってる。けど、へこむんだ。だから嫌なのよ、プールなんか。とにかく、なんか羽織ってこい。風邪ひくぞ。ん？なんだこれ。それを見れば、私の悲しみがあんたにも理解できるでしょうよ。これは、ひでえな。哀れ父って、哀れって。私、父の平らさで哀れまれたの。いや、まあこれは単にこれを描いたやつの感想であって。もちろん出どころの写真部には真っ赤な雨を降らせてやったけどね。そういや写真部って唐突に潰れたな。北村君の前でこの哀れな姿を晒さないといけないなんて、やだよやだよ。おいタイガ。分かった。俺が何とかしてやる。胸張って北村の前に出られるように俺がしてやる。いいからお前も帰って寝ろよ。ここでできるの待ってる。デジが終わるまで私も起きてる。 Past midnight. Also, he's quite a handy guy, isn't he? He cooks, he sews.He's very obsessive, compulsive with his cleaning. He's a clean freak.
もね。意地張って変な風味のて、その悪かったわ。丸尾。お。丸尾メガネない方がいいじゃん。コンタクトにしなよ。そうか。絶対そうだよ。俺もメガネしてないんだけどな。じゃあね、アイサカさん。お先。なんかもう感動した、女神様だ。やっぱうちらと違うっていうかさ、また当たり前じゃん。今日のアミちゃんかわいい。さあ天使様の降臨をひれ伏して拝むことを許可してやるわ、愚民ども。さあ影を舐めろ、貴様らには最高のグルメだろ。ああもうキャラ込まないでよ、マヤちゃん。はっ、高須くん。みおり走らないで、また髪の毛崩れちゃう。よし、このまま準備運動、ランニング行っちゃうかと見せかけて、ミノリ？シュだ。私分かったんだよ。え？プールの中に入っていれば誰にもこの花を見せないで済むってことに。というわけで一泳ぎしてくるよ。チャオ。ミノリ。あら、アイサカさん、やっと来たの？もしかして水着がブカブカでみっともなくて出てこれないのかと思っちゃった？はあ、何言ってんの、寝言？あんた寝てんの？たく、はあ、日に焼けたらやだな。完璧だ、たった1年でよくぞここまで。俺やっぱタイガー派だ。なんだ普通じゃん。シクシクは相変わらず間違ってるけど、やった。お銀特戦隊。バレてる。さすがミノリ。アイサカ。あれ、アイサカだよな。メガネないからよく見えないが、その大きさはアイサカだ。なんで隠しちゃうんだ、その頭ネズミみたいでいいのに。あっち行ってて。え、何？俺何か悪いこと言ったか？さあ。俺たちは格差社会に疑問を呈す。これが夏だと思う。マルオ。おい、やるか。おお。いつもながら自由な授業だが、これは危なくねえか？なあたい。頭かわいいって北村君。いや、いいとは言ってたが。獲物発見で行くぞ、ソフト部同盟。はい、はい、よっしゃ、ついだて。へい、親分。やーい、落とされてやんの。ほんと楽しそうだよね、アイサカさん。あ、あんた遊びよ遊び。本気で怒っちゃやーよ。おりゃー。うわ、おい、少しは手加減しろよ。いやーね、ただの遊びじゃない。おい、タイガー大丈夫か？ She can't swim。 あいつ、私、泳げない。まさか、本当に泳げないのか？嘘。待てよタイガー。先生。タイガー。落ち着けタイガー。どういう、カプクルちゃんだ。もう、こんな方だぜ。ねえ、あれまずくない？アイサカ。
も愛坂さん泳げないなら海とかプールに一緒に行けないね。ねえ高須くん、うちの別荘が海にあるんだけど、よかったら夏休み一緒に過ごさない？は？ちょっと待て、お前今タイガーに謝ってたんじゃ。あ、じゃあさ、優作も一緒だったらいいでしょ。あら、どうかした？愛坂さん、あんたこれ以上勝手なことしたら、この間のモノマネ100連発映像を流出させてやるからね。あ、150だったっけ。そんなことしたら肖像権侵害で訴えちゃおうかな。さすがの手乗りタイガーも法の裁きには勝てないでしょ。おい、お前らやめたまえ。拳に傷がつくぜ。あ、でもでも、だってみのりちゃん、愛坂さんが私のことを。このアホチュラマが悪いのよ。ちょ、何言ってんのよ。元はと言えば、黙なさい。拳で友情を育てたいのなら喧嘩ではなく、so interesting episode. I don't know what Kushida's deal is. She's becoming more of like the, I wouldn't say comic relief, but sort of like that, right? She's been relegated to that role, even though she's supposedly the girl that one of the main characters is crushing on. But there's literally nothing going on in that side of things. So I'm sort of getting a little bit confused where this is going. Also with Kawashima, like, bro, what's going on? All right, so that was episode 7. It's really becoming a little bit more, I guess, cliched for me, because this just looks like any old high school drama, romance, comedy of the early 2000s. There's a lot. They're becoming a little bit more stereotypical in their characterizations. There's not much development going on any of the relationships that are supposed to be happening. I don't even see any effort from Takasu to get close to Kushida. He's not making any moves, and Kushida is not. She's mostly just been the goofy character, nothing more, in the past couple of episodes. So yeah, no progress there. This one was a bit weird for me. I think there were some funny moments, but apart from that, maybe the next episodes will give a little bit more progress, depth in their relationships and in their romance stories. So yeah, that was episode 7. Thank you guys for watching, and see you in the next episode. Thank you guys for watching until the end of this video. Click here to subscribe and check out these two videos for more fun content. See you in the next one.